大雨を受けて県は災害対策本部連絡委員会議を開き、今後の雨の見通しや防災上の注意点について確認しました。会議の中で気象台の担当者は、前線が本州付近に南下し、加賀では今日夕方まで、能登では昼過ぎまで雷を伴って激しく降るところがあると説明しました。また県の職員は市や町に対し、早めの避難情報を発令するよう通知したと報告しました。先月もですね、雨が降って水位が一旦下がってから、急激な降雨によりまして、被害が発生したということもございますので、今回も雨がしばらく続くということですので、しっかりと注意の確認と、水位情報等の注視、それから早めの住民に対する避難の呼びかけ、それは防災士とかも含めて市町とも連携をしながら、正しい適切に実施していただきたいと思っております。